おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は4月9日火曜日です。昨日はお釈迦様の誕生日だったわけですけれども、お友達の誕生日でもありました。実はね、以前ここでもちょっと紹介した作家の藤沢あゆみさんのお誕生日でもあったんですけども、たまたま打ち合わせをする日が昨日だったってことなんですが、とってもお天気が良かった昨日ね。ランチをしながらちょっと話すことになってたんですけれども、美味しいランチを食べながら時間が足りず、その後もお茶をしながらずっと話し続け、結局真っ暗になるまでの数時間こういう打ち合わせをしてたんですけれども、ここでも実は紹介したいと思いつつできていなかった本が一冊あります。3月4日に発売になっている朝から幸せになる100の言葉という文庫本があるんですが、これがね、元気が出るし、時にこう刺さりすぎて涙も出ちゃったりする素晴らしい文庫本なんですが、一つの言葉についてその内容が2ページで書かれてるんですけど、ぜひ皆さん読んでみてください。そんな南花の今日は何の日、4月9日今日も世界で様々な記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。4月9日今日は一体どんな日があったんでしょうか。紹介していきます。まずは大仏の日。752年の今日、奈良東大寺の大仏開眼供養が行われました。ということで大仏の日、好きな人いますよね。大仏が好きな人、そのまんまか。はい。そして、左官の日というのもあります。日本左官業組合連合会が制定しました。シークでシックイの語呂合わせということなんですが、しっくいって皆さん聞いてちゃんとイメージできますか？しっくいっていうのはですね、水酸化カルシウム、炭酸カルシウムが主成分となっているもので、雨風に弱い土の壁そのままに比べて、防水性を与えることができるほか、不燃素材であるため外部保護材料として、また調湿機能に優れているので、古くから、お城やお寺、それから民家などね、あと蔵とか木とか土で作られた内外壁の上塗り材としても用いられてきた建築素材ということなんですけれども、だからこれこう読んでみると、漆喰って日本オリジナルのものだと思うんですよね。大事にしてほしいなと思います。日本家屋を守る漆喰、今日は左官の日だそうです。それから、子宮頸がんを予防する日というのもあります。子宮頸がんを考える市民の会が制定しました。子宮で語呂合わせなんですけれども、最近若い人の子宮頸がんってすごく増えてるそうなんですね。必ず検査とかがあったらミスらずに受けた方がいいですよね。私も受けてます。元気な双子を産む予定なんでね、私もそして、1972年 NHK 教育テレビでセサミストリートの放送が開始されました。私ね、小さい頃見てたのはもうガチャピンムック 100% でセサミストリートをちっちゃい頃見たっていう覚えがないんですけどね。でも見てたっていう人もいるのであれなんですが、私はね、セサミストリートでは今はエルモとかすごい可愛いなと思うんですが、中学生ぐらいの時にすごいブレイクしたんですよね、なぜか。でその時になぜかビッグバードが好きでしたね。私鳥嫌いなんだけど、鶏肉は大好きよ。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、食と野菜ソムリエの日。これはですね、日本ベジタブル&フルーツマイスター協会が制定しました。シークで食の、語呂合わせになるんですが、野菜ソムリエというのは野菜、果物を愛し、その魅力を伝える専門家というふうに書いてありますが、どうしてこんなに野菜や果物は美味しいのという、生活者の声に対して、その情報を伝え、感動を分かち合うのが野菜ソムリエの使命ですっていうふうにホームページに書いてあります。で、野菜ソムリエになるためには魅力的なカリキュラムっていうのがあるんですが、それを実践してた人がね、いて、たまたま私がいつもブログを読んでる人が野菜ソムリエを取得するのに結構大変そうな試験勉強をしてたのを見て、大変なんだなって思ったんですけれども、なんか特徴とか選び方とか調理法とか、なんか保存法とか、そういう内容を学ぶだけじゃなくて、3段階に分かれてるんですね、講座は。まずは自分でその野菜
菜とか果物の魅力を知って楽しむことができるジュニアコース、そしてそれを周りに伝えられるようになれる、野菜ソムリエコース、そして野菜果物を通じて社会で活躍できるシニア野菜ソムリエコースということで、それぞれゴールがあってきっちりまとまってるんですね。だからまずは自分自身が楽しんで、そして正しく、みんなに伝えられるようになって、それでまあ社会貢献に、行くっていうね、そういったステップがあるっていうのはいいなと思いました。そんなわけで今日は4月9日食と野菜ソムリエの日、ご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか？生の野菜、生の果物、朝取るとねいいってよく言いますよね。まあ、実際取ってるっていう方も多いかと思いますけれども、朝から幸せになれる100の言葉、これね私たち朝100って呼んでるんですけど、多分この私のポッドキャストを聞いてくださってる方々にはきっとね朝100もフィットすると思うんですね。なのでぜひ、読んだことない人は読んでみてください。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。